皆さんこんにちは、ストーブリーグということで、まずはですね、今週は大谷選手でしたね。大谷選手がですね、ア・リーグの MVP に2度目の選出と、満票選出2度というのはですね、メジャーリーグ長い歴史の中でも初ということで、大谷選手の評価が非常に高い、そういうものが伺えますね。本塁打をですね、まず44本、そして95打点、3割4厘、素晴らしいです。そしてピッチャーの方では10勝5敗、防御率 3.14、まあ、この大谷選手がいろんなところで取り上げられてたなという印象が強かったですね。そして、現在行われておりますアジアプロ野球チャンピオンシップ一次リーグ、日本はですね、台湾、韓国、オーストラリア、きっちりと3連勝しましたね。台湾には4対0、韓国には2対1、そしてオーストラリアには10対0、8回コールドということでですね、まあ、3連勝、今日の決勝韓国と戦うということになっております。森下が頑張りましたね。台湾戦4打数2安打1ホームラン、これは、まあ、最初のホームランでしたね。なかなか点が入らない、打てないっていうピッチャーから、ガツンとホームラン、その後3点、プラスして4対0で勝ったというね。韓国戦も3打数2安打、打点はなかったですが、やっぱりいいところで打ちました。オーストラリア戦はですね、膝にボールが当たったということでしょうね。それで、休養ということになってますが、今日は出るのかなっていうところですね。と佐藤輝明は、3試合ともに1本ずつヒットは出てるんですが、相変わらずボール球を振って空振りの三振、これが目立つな、ね、このあたりをですね、来季に向けて、どれだけ解消していくのかっていうのがですね、まあ、これからの課題だなという気がしましたね。はい、他に、タイガースの話題といいますとですね、高橋遥人が育成契約になったと、 25% ダウン、まあ、育成ですけれども1850万、高い給料になってますよね。そして、背番号も29から129に変わるということで、まあ、来季、まあ、これまでちょっとね、なかなか1シーズン通して活躍したシーズンがない。2022年4月に、左肘のトミー・ジョン手術、そして、今年の6月にですね、まあ、クリーニングとかそういうことをやってですね、なかなか一軍で出ることがなかったわけですが、まあ、11月、ブルペンで4度投げたと、まあ、いい感触だったということなので、まあ、来季はですね、ちょっとこう一軍で見たいな、そういう印象を持ってます。はい、そして、もう一つ、これはですね、新外国人ピッチャーですね、この話題が出てましたね、ハービー・ゲラ。ドリに乗り出していると、レイズからフリーエージェントになっているというね、160キロ出るそうですけれども、パナマ出身、今春の WBC パナマ代表としても出てたということで、メジャーに7月に昇格して中継ぎで9ゲーム、先発2ゲーム、0勝0敗、防御率 4.09、まあ、これだけ見るとね、そんな成績は残せてませんけれども、日本に来て活躍できるかどうかということになるわけですね。2018年にはパドレス時代遊撃手としても出場したことがあるということで、まあ、器用な選手なんだろうなという気がしましたね。通算61ゲーム3勝1敗、防御率 6.43、183センチ、84キロ、まあ、外国人としてはそんなに大きな選手ではないなということですけれども、タイガースの外国人補強はもうピッチャーだけということなので、その一人がこのハービー・ゲラ、もう一人見つけてくるんだろうなというところですね。そして、秋ではですね、野口が相変わらず、ガンガン打ってるということで、岡田監督評価を高めてますね。そして、25日からはですね、アジアウィンターベースボールリーグっていうので、台湾で、試合があるということで、そこに野口森喜らが参戦してアピールしていくということになっていくわけですね。まあ、この野口、来シーズンね、一軍で見られるのかどうか、これも楽しみの一つになります。あとはですね、今度はカープはですね、結局マクブルーム、デビッドソン、2人とも退団ということになりましたね。まあ、それに代わって、マット・レイノルズ、そして、ジュイク・シャイナーですね、この2人を取るということになってますね。マット両方とも一応内野手がメインだそうですけれども、マット・レイノルズ32歳、8300万、そして、シャイナーはですね、28歳、まだ若いですね、1億2000万、かなり期待の大きい
選手だということでしょうね。この特に、シャイナーはですね、28歳若いのと、あと、まあ、今シーズン、メジャーでは出てないんですけれども、トリプル A で124ゲーム出て2割5分2厘30ホームラン105打点、ね、この、まあ、30本のホームラン、これはやっぱ長打力のあるバッターだということで、カープのニーズに、マッチしたということになって、取ったということになるんだと思います。そして、DeNA の話題としてはですね、ソフトバンクを戦力外になった森唯斗を獲得したということになってますね。まあ、森はね、もう本当にあのソフトバンク時代すごく頑張りましたよね。2018年から3年続けて30セーブクリアした実力、そして、今季は先発に回ったんですけれども、6ゲーム2勝3敗 4.60 結果が出せなかったんですが、また来シーズンチームが変わって環境が変わって、また森の良さが出てくるのかな、この辺に期待したいなと思いますね。そして山川の去就ですけれども、ライオンズ渡辺 GM が彼の取った権利を尊重するということで、まあ、山川がどういうふうに考えるのか、それをまあ尊重して見ていこうということだと思いますね。あと、まあ、このオフの、まあ、目玉の選手といいますとですね、FA 市場ではやっぱり山崎福也ですね。彼がどこに行くのかっていうのは非常に大きなポイントになるわけですが、現状ヤクルトが交渉した、そして DeNA ソフトバンクも狙ってる、そこに巨人が参戦した。その巨人がですね、この18日にですね、安倍監督も同席して交渉したということが出ておりますね。4年以上の大型契約、そして背番号もオリックス時代の11番を開けているというようなことが書かれておりますけれども、この山崎福也が入るか入らないか、これ巨人にとっては非常に大きなポイントになるなという気がしますね。先発で期待できる左腕投手ということでね、彼が入ったらまた巨人の評価も高まっていくということになっていくんだと思います。あとは山本由伸ですね、これからメジャー球団との契約交渉が始まる見込みということになってますね。22日にも争奪戦が開幕するということになってます。9年で336億、もう本当わからないですね。築36、まあ、約40億ですか、年間。まあすごい契約になりそうなんですね。まあ、約40億弱の年俸になるというようなねことが書かれております。12月の中旬には決着する見込みということでね、あと1ヶ月弱ですか、このあたりではもう山本由伸投手のチームも決定してるんだろうということになりますね。はい。あとは大谷取りにマリナーズは消極的というのことも書かれておりますね。大谷獲得にはですね、米4大スポーツ史上最高額となる、総額5億ドル750億円の契約が必要とみられる中、予算のすべてを一人の選手につぎ込むのは不可能。確かにそうですね。これは本当に一人の選手にチームの予算全部つぎ込まないと取れないというような額になっているということで、マリナーズはこれはもう参戦しないということになっていくんでしょうね。まあ、お金に余裕のあるチームしかこれはもう手が出せないというところまで来ております。そして、日本ハムファイターズ、ここでですね、来季の2軍スタッフが発表されて、今年ジェネラルマネージャーをしていた稲葉篤紀さんがですね、今度は2軍の監督に就任したということになってますね。まあ、GM っていうのもですね、大変な仕事だと思いますけれども、まあ、稲葉君はですね、やはり、現場で、若い選手と共にですね、汗を流しながらいい選手を育てたいという気持ちが強かったんだろうな。まあ、そしてもう一つはやはり新庄監督の後釜、そういうものもですね、考えた動きなのかな、そういうものを感じたこの2軍の監督稲葉篤紀ということになっておりますね。はい。まあ、こんなところですかね、今のところ。こうやって毎日いろんな話題が飛び込んできます。まだ現状はですね、大型の契約更改っていうのが出てないですね。まだやはり最初はですね、ちょっとこう年俸の低い人たちから始まっていって、これから高給取りが年俸交渉するというね形になっていくと思うんですが、まあ、今年日本一になったタイガース球団、どういうような年俸でみんな契約していくのかっていうのはですね、これはまあ
周りで見てて、他人の財布ですけれども楽しいなというような気になっていきますね。まあ、我々がやってた頃と比べるとですね、本当に桁の違う上がり方下がり方をしますので、この辺の契約交渉っていうのはですね、本当に、興味があるなという気がします。これは今度私個人的なところで言いますと、今週はですね、阪神日本一記念コンペっていうのに参加させていただきますね。三甲ゴルフクラブ、まあゴルフは下手なんですけれども、まあヤブさんから声がかかりまして、ヤブの打球が飛ぶんですよ。300ヤード越すようなね打球がいきますからね、あれ見てるとわあすごいなと思いますけれど、まあ僕の場合はもう芝生の上を歩くのが一番の目的ということで、まあスコアは2の次という形で頑張っていきたいなと思います。はい、今週はこんなところでした。また来週こういう形で、皆さんにいろんな情報を提供していきたいなと思います。以上です。